潮の岬灯台は、紀伊半島南端の和歌山県東室郡、串本町にある太平洋に突き出た潮の岬に立つ白亜の灯台である。この灯台は、明治初期の江戸条約によって建設された八基の洋式灯台の一つで、歴史的、文化的価値が高い A ランクの保存灯台に指定されているほか、日本の灯台五重船にも選ばれている。三冠灯台として、 資料展示室を併設し、常時公開されており、本州最南端に位置する本島台からは、太平洋の風景が広がる。周辺一帯は、南紀の継承地で、吉野熊野国立公園に指定されている。空撮潮の岬と潮の岬灯台の円形幕末の1866年5月、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだ。 改税条約によって建設することを約束した8カ所の灯台の一つで、日本の灯台の父と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンが設計、指導して、1869年4月に貸しの先灯台と共に着工した。翌1870年6月10日に完成、仮店頭で業務を開始したが、当初の灯台は八角形の木造で、 我が国最初の洋式木造灯台であった。本当は建物の完成とともに本店頭する予定であったが、イギリスから東台機械を運搬してきていた船が東、シナ海で沈没し、その代わりにアメリカから蒸気機関車のヘッドランプを輸入し、それを仮に使ったためであった。本店頭は仮店頭から3年以上遅れ、1873年9月15日と、 他の条約灯台と比べて遅くなった。しかし、この灯台の建設が急がれたのは、ここが古くから海上交通の要衝となっており、また沖合は流れが速く、風も強いため、航海の難所としても知られていたためである。灯台資料展示室が併設されており、灯台の歴史、機能、役割などを学べ、二代目使用の三崎灯台レンズをはじめ、 貴重な資料が多数展示されている。ありがとうございます。